バナバ島の衛星画像、バナバ島、またはオーシャン島は、キリバス共和国に属する太平洋にある隆起したサンゴの島。およそギルバート諸島の西、ナウルの東 300km に位置する。面積は5京平方メートル、最高地点は81メートルで、キリバス共和国において最も高い地点でもある。ナウル島及びマカテア島と並び、太平洋の三大林鉱石生産地であった。人口は335人で、ミクロネシア系の民族が住む。採掘中の1936年当時の地図1892年に、イギリスが保護領とする。1900年にイギリスの会社、太平洋林鉱石会社が林鉱石を発見。1902年、同社はエドワード7世から98年間の租借権を得るとともに、鉱石についてはトンあたり6ペンスの利権料の支払いが定められ、本格的な掘削が始まる。1942年8月26日から第二次世界大戦終結の1945年までは大日本帝国の統治下にあった。その後、イギリス当局はバナバ島の住人を英領フィジー諸島のランビ島に移住させ、林鉱石の掘削を始める。1975年、元住民らがイギリス政府、林鉱石の生産会社などを相手取り、林鉱石に採掘に見合う利権料の積み増しと採掘後の復元。植林の費用を支払うよう訴訟を起こす。この訴訟は1976年、採掘後の復元費用として200万、オーストラリアドルの保証料のみを認める判決が下されている。この時点で島の資源枯渇は目前となっていたが、島の大部分は林鉱石の穴だらけの土地が広がり居住が難しい環境となっていた。1979年に、林鉱石の枯渇によって採掘が終了してから、徐々に住人は帰島した。バナバ島はキリバス共和国に属しているが、地方行政はキリバス共和国の地方自治法に基づき設置されたバナバ島役場とフィジー共和国のランビ島に本部を置く、ランビ指導者評議会が共同で行っている。ありがとうございます。